こんにちは。こんにちは。今回のフロントフェイスは、岡本ガラス株式会社代表取締役会長兼社長、岡本剛さんに来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。さて、今ちょっとここに、ホームページの、商品を皆さんにご紹介しようと思って、映してるんですが、もちろん岡本ガラスっていうぐらいですから、基本ガラス作りと。間違いないですね。従来はそうだったですね。あ、従来は。もう今はどっちかというと、ガラスというより、光を、扱う企業というふうに考えてもらった方がいいかもしれないですね。もっと具体的にいきますと、今ここにいくつかありますけど、この銀が世界をより明るくするとか、普通のガラスじゃないってことはちょっと気づくんですけど、これはもともと集光型太陽光発電、ね、CPV っていうんですけども、それの、二次ミラーのために開発した十数年前にですね、開発したやつが、別の用途で生きてると、普通鏡なんかに分かるように銀っていうのは一番反射率が高いんですけども、すぐ硫化、黒くなっちゃうと、硫化しちゃうと、それを特殊な膜でサンドイッチにして、屋外あるいは過酷な環境でも使用できる銀のミラー、これを開発したということです。これはプロジェクター、いろんなところでプロジェクターっていう、いろんな用途があるんですけど、現状ではプロジェクター、あるいは将来的にはですね、車のヘッドライトの、今はだいたい LED ですけども、将来的には LD レーザーに移行すると。その時に、そのレーザー光をより効率的に反射させるための銀ミラーということの、用途を想定しています。まるでガラスのプロのような話ですけど、プロなんですね。まさにガラス作りと科学とをこう融合したっていうのが今の時代だということですよね。おっしゃる通りですね。岡本剛さんが、皆さんはご存知かどうかわからないんですが、もう NBC に入っても20年、20年ですね。長いですね。このでもガラス屋さんに入っても20数年では聞いてるんですが、なんか警察庁の非常に官僚でお偉い方が急にそれを筆袖にしてきたっていう解釈でいいんですかね。2つありまして、1つは皆さん警察庁って言っても、警視庁とどこが違うのと、いうような感じで、中島さんだからちゃんと言ってくれるあれで、警視庁っていうのは東京都警察本部。そうですね。それを縁あって、今の、晴天の助じゃないけれども、たまたま、東京都警察本部と言わずに警視庁と呼んだと。他方、警察庁というのは、警視庁をはじめとする都道府県警察を管轄する、役所ということで、大学卒業して当初はそれに入ったと。ただ父親との約束で、10年経ったら会社を継ぐということになってたんですけれども、そっちの方が面白かったんで、結果として16年、勤め上げたと。で、父親が不慮の事故で亡くなったんで、急遽、袖にしたと言いますけど、役人は代わりはいっぱいいますけども、やっぱり会社は、うちは男一人ですから、私しか継ぐ者がいないんで。でも、その警察庁のね、本来であれば、事件は会議室で起きてんじゃないっていう、そんなドラマがありましたけど、まさに、ありましたね。その、会議室で起きてるんだと勘違いする人たちの役割だったわけですよね。本来はね、なかなか分かってくれない現場のことっていう話ですけど、その役割で本当だったら、今頃上り詰めてる頃だったんですが、そうですね。これは自慢じゃないですけど、同期で警視総監、警察庁長官、それから国家安全保障局長、この3人が出た木っていうのは、史上初めての木ですね。それが同期。同期。うわ、なんか私がもしいれば、今頃もうしっかり仕切っていたか、もしかしたら国会議員になったかもしれない。そんな話してると本来のガラスの話に行かないんで。さて、僕はでも岡本ガラスさんと、いろいろね、これまでもお付き合いさせてもらって、ちょっと注目したのは、
岡本さんがここで関わってくるとは思わなかったのが、うん、あの江戸っ子南郷っていう、はい、これですね。ね、江戸っ子1号。これはもともと大阪の東大阪の毎度1号。はいはいはい、はい。これがあの宇宙ならば、ロケットですね、あの海だということで、まあ、墨田区の中小企業が始めて、我々は途中からなんです。まあ、途中から、まあ、これのコーディネーターをしている人が、ガラス球だけは、まあ、ベントス、ノーチラス、まあ、西ドイツ、まあ、当時の西ドイツ、それからアメリカ企業しか作れないと。なんとかなんないかと。こういうことにうちに来たんですけども、私はもう安請け合いしちゃったんですね。なぜ安請け合いしちゃったかというと、はい、まあ、頭ではガラスというのは欠点、まあ、傷やなんかの欠点がなければ、鋼より強いと。うん、いうのを頭で知ってたんで、はい、まあ、それならもう簡単だろうということで、よし、やりますということで、言ったのは2013年ですかね。安請け合いしちゃったってことは、はい、その後結構大変だったと気づくと。実際はね、大変だったみたいですよ。まあ、いろいろ、まあ、これは半球を重ねて作るんですけど、ここの面をどうするかとか、うん、あるいは厚みをどうするかとか、そういう、まさにいろいろ苦労があったと。ここのね、このガラスの部分ですよね。そうです。これがだって7000メートルとか8000メートル、まあ本当は1万1000メートルまで行ってんですけど、中島さんね、8000メートルで、まあこれ直径、まあ、13インチあるいは17インチあるんですけども、17インチの方だと直径30センチのこのガラス球に、深海8000メートルだったら何トンぐらいの圧力が変わると思います、ね。まあ、全然わからないですけど、とんでもなく重い圧力が、僕らであれば目がさっと飛び出るっていうのはよくわかりますね。3000トンの圧力がこの30センチ弱の球体にかかるんですよね、うん、それでも割れないと。割れないということです。そのぐらいの岡本ガラスっていうのは技術力を持ってるぞと、ですね、はい、やっぱり、まあ、あの技術力だけじゃなく、これは何のために使うかっていうと、まあ、あの公海底、公の海の下、これはあの世界どこの国でも資源探査できるんですよね、はいはい、ただその資源探査のために、まあ、海洋汚染というか環境破壊しちゃいけないと、はいはい、いうことなんで、その海洋汚染、はい、これが実際のあれですけどね、7816メートルの下にいる魚たち、魚ですよね。まあ、このオタマジャクシのお化けみたいなやつですね。これはあれですけど、その話に戻ると、その資源探査をするときに環境破壊しちゃいけないと、うん、その環境アセスのための道具、機構としても今回 ISO にも認定されたんですけども、はい、この江戸っ子1号を使うということになってます、うん、おー、そういうことですか。さて、話を戻したいと思うんですが、はいはい、やっぱり岡本ガラスとしてこのぐらいにいろんなこう技術力ももちろんある、うん、そして今僕にとってはあまり分からなかったんですが、 UV までは分かったんですが、 UVC という何か次なるなんかこう技術力が必要になる。ガラスって言って、僕はガラスだと思ってたんですけど、ガラスの粉ってさっき言ってました、ね、はい、ちょっと、まあ、うちはガラスっていうよりも、まあ、ガラスの対象となる光、まあ、ガラスと対、まあ、相性がいい光を扱う企業というふうに考えてもらった方がいいと思うんですけども、うん、まあ、その一環として今回、まあ、コロナ騒ぎの中で、はい、まあ、コロナ菌を不活性化させるという、まあ、UVC、まあ、具体的にはその光をそのガラスを通して届くと、今言ってたウイルスが不活性化すると。非常に、はいはいはい、まあ、その UVC、まあ、具体的には285ナノメーターの UVC を、 UV 光を効率的に拡散反射させる、まあ、UV479 という材料を国際特許を取って、まあ、展開しようとしているという状況で、まあ、ここまで来るとあまりガラスとは関係な い, い, やいやと言えば、これがそうだったんですね、 UVC と。あ、そうです、そうです、はい、でももう本当にある意味ガラス会社じゃなくて、社名変えたらどうですか、岡本ガラスじゃなくてなんか本当こうケミカルの会社じゃないですか。そうです、本当に言うとサイエンスの会社という。実はね、アサヒガラスが AGC に変えて、高橋進さんがまあ、コマーシャルやってんのも、はい、素材の会社、ガラス会社じゃなくて素材の会社というあれなんですけど、まさにうちも
OGC にでもしますかね。ああ、いいですね。そろそろそういう時代だと。まさにこう科学のノウハウがない限りは、なかなかその先に行けない時代になってきてますんで。先ほどもありましたが、岡本さんはもう NBC20 年。はい。そしてご存知のように今、ついに会員が500名を超したということがありますんで、ぜひ改めて、まあ、このカメラ目線で最後に、まあ、ビジョンも含めて、今度またメンバーたちと会った時に、難なく声かけてねというメッセージをお願いしたいと思います。難なく声かけてね。まあ、冗談ですけど、やっぱりあの NBC は、何がいいかというと、まあ、社会が広がる。まあ、大体経営者になると、やっぱり、まあ、社内ではですね、裸の王様になるんで、なかなかいろいろ意見、あるいはアドバイスしてくれる人もいないんで、まあ、そういう時の、まあ、私は還元、諌める言葉、なんて言ってるんですが、還元してくれるような人がですね、この中島さんをはじめとしていっぱいいるというようなことで、ぜひ入会をお勧めしたいというふうに思います。以上です。はい。ということで、今回のフロントフェイスは、岡本ガラス株式会社代表取締役会長兼 CEO って言いたいんですが、それでもいいと思うんですが、社長である岡本剛さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンスとチャレンジ、ちょっと合わないところが大好きですね。ということで今回のチャンスとチャレンジは、これ株式会社ミライトでよろしいんですね。はい、ミライトの今井和夫さんに来ていただいております。実は個人会員として NBC に入られているという、はい、個人会員ですことなんですが、今回来ていただいた理由というのは SDGs のボードゲーム認定ファシリテーターということで活躍されているということなんですが、今井和夫さん、今言いましたボードゲーム、はい、SDGs のボードゲームのファシリテーターってどんなことをされることなんですか？そうですね、このボードゲームは、はい、一般社団法人の、未来技術推進協会の、はい、やってる、ファシリテーターでございまして、テクノロジーを通じて、はい、社会課題を解決するという、そういう仲間が集まっています。でこれはですね、はい、楽しみながら SDGs の実際を勉強していくということになります。うん、今日はご覧のようにこのテーブルの上にそのボードゲームのボードもちょっとご紹介させていただき、そしてこれこのところですね、はい、そうです、神奈川県版にしっかりここアップにしますと、はい、今井さんが出ていらっしゃいます。はい、これはどういう背景で取材を受けたんですかね？ですね、今日ここに置いてあるのが全国版なんですけれども、はい、いろんな方から要望をいただきまして、各地域ローカル版を作ってほしいというご要望がありまして、うん、その先駆け都道府県の最初として神奈川県版を制作しました。あ、そっか、その自治体によって違うんだ。はい、そっかそっか、その環境も背景も違うから、それなりにボードゲームの内容も変わってくるということですか。はい、そういうことですか。今皆さんこれは斜めになってるんで、実はちょっと今撮ったばかりなんですけども、これがそのボードゲームのベースとなるところですね。でこういろいろ積んであるのは何なんですか？ですね、まあ、これは人生ゲームとか、まあ、すごろくみたいなゲームをしながら、はい、ここの丸とか四角とか三角に止まったところでこのカードを引きます。はい、そこのカードに実際の具体的な SDGs の課題とか、はい、その解決策とか書いてあります。それはもう実際にやっているものです。はい、それをみんなで読み合わせて進むんですけれども、予算があります。はい、で大企業とかベンチャーとか大学とか、NPO とか、それと予算が違いますので自分だけでは何もできないんです。うん、それをみんなで協業してやっていきましょう。要はパートナーシップを大切にしていきましょうというところの勉強にもなると思います。ボードゲームだけど勝ち負けの前にみんなで協力しなきゃいけないそういうことです。はい、はい、でも最後はやっぱり勝ち負けあるんですか？ですね、各勝ち負けはないんですけれども、各だいたい 4,5 人ぐらいで一つのチームを組むんですけれども、はい、隣の島と、はい、2030年実現する世界がどう異なるかっていうのを見ていくわけです。あ、そっか、それぞれこう優先順位がだんだん変わってきて、隣の人たちとまた違う結果が出たりすると、はい、
その数値をちょっとこう、そうです。確認し合う。はい。で、合わせて、ここのパート、17番、このカードがあるんですけれども、はい、このカード、パートナーシップのカードがあるんですけれども、ね、そのカード、最後、他とどのぐらい差があるのかとか、要はどれだけ連携、協業したのかという、そういうところの比較とかもできるかと思います。これはやっぱり本当にこのボードゲームをしながら SDGs ってどういうことなのか、そして自分たちのできることは何なのかっていうことを学べると、そういうことです、いうことですね、はい、ところでなんで今井さん、その本来の仕事は先ほど持たれてたわけ、はい、他じゃないですね、はい、やりながらもなぜこのファシリ認定ファシリテーターになった理由って何ですか。私は高校の時からボランティア活動をやっておりまして、はい、まあ、知的障害者の施設でサポートしてたり、あとは環境にも興味を持っておりまして、今他の NPO 法人の気候危機対策ネットワークの会員として活動もしております。ですから、まあ環境とかそういう福祉とかそういうのをこ うまくビジネスにつながれれば、かつ子どもたちがそういうことで将来のために勉強していければいいなというふうに思っていました。うわうわうわ、非常になんかこう正義感とまたこう時代にとって必要なものをしっかり今井さん提供していこうということで認定ファシリテーターになられた、そういうことです。それでは、NBC の会員も500名を超したということですので、まあ、皆さんもこの SDGs のボードゲーム興味を持たれたと思うんで、今井さん最後に皆さんにメッセージを、ね、入れていただいて、どんどん活躍していただけるってことですよね、はい、それではお願いします。はい、そうですね、未来ある子どもたちに SDGs に触れる機会を提供していきたい、また企業の皆様については社会課題の解決が企業を成長させることになると思います。ぜひ、企業研修などでもこのボードゲームを活用していただければありがたいと思います。いつでもお声掛けください。よろしくお願いいたします。はい、ということで多分楽しみながら本当に SDGs をしっかり、もっと言えば自分たちの社会課題が今何なのかと、それをどう解決していくかという、そこまでもしっかり分かるぞということで、ぜひ私どものこう会員としてもなかなかこのスキルを持っている方はいらっしゃらないと思うので、ぜひ今井さんを呼んでいただきたいと思います。株式会社ミライトの今井和夫さん、そして何といっても SDGs ボードゲーム認定ファシリテーターの今井和夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。